ここから先は簡単には引き返せない。行くのかい？本当に大丈夫？あのメテオを動力になんてよく思いついたな。メテオって普通に近づけんの？巨神がメテオを受け止めた時、一部が砕けて飛び散った。使われているのは周囲で見つかる欠片の方だ。でけえのは今でも巨神が支えてんだろ。ご苦労なこったな。肩も凝るだろうね。その分ダスカ近辺の巨神やメテオへの信仰は熱いと聞く。実際あの下ってのはどうなってんだろうな。かなり熱い場所へ入ることになるが、カメラは大丈夫か？ああ、そうだね。隕石の炎なんて言ったらどうかな。壊れても買えはねえんだろ。車に置いてっか？いや、持ってくよ。せっかくメテオの近くに行くんでしょ。巨神の姿も見えるかもしんないし。写真に収めなきゃ気が済まねえか。置いてって取れないより持ってって壊れる方が後悔しない。かっこいいなって思うと思ってる。ああ、頑張れ。イグニスのメガネって熱は平気なの？おそらく問題ないと思うが。まあダメになってもそんなに困んないだろう。極端に悪いわけじゃねえしな。え、そうなの？まあないと何も見えないわけではないんだ。だったら普段取っとけば。いや、そこは違うんだよな。はっきり見えねえと気分が悪いんだと。まあぼやけているのは好きじゃない。はあ、やっぱきっちりしてんだね。イグニス、運転席以外って気分どう？恐ろしい。恐ろしいのかよ。昔の王子の運転を知っている身としてはな。そりゃどうも。本でも読んでろ、気が紛れるぞ。あ、そうだな。だが今はいい。だいぶ不安なんだね。ついたよ。嘘じゃねえだろうな。俺はいつ嘘ついたかな。基本嘘っぽいっていうか。ま、信用ならねえな。おーい、俺だよ俺。ここ開けて。え、開いたし。ほら、一緒に来てよかったでしょ。こう見えて俺顔が広いんだよね。神様はこの先にいらっしゃるよ。帰るの？無事に君たちを送り届けたからね。それじゃごきげんよう。奇妙な男だったな。できれば二度と会いたくない。あ、すっごい嫌ってるね。あの人って神話に詳しいのかな？結構知ってる感じだよな。この先に行けばいいのか？封鎖までして何してやがるんだが。